お疲れござす。決まる。作り置きサラダ。作り置きタルタル。作り置きナムル。作り置き唐揚げ。あー疲れた。あーうざ。ごめんごめん。ちょっとしとけや。まずは唐揚げに醤油と広東酢をかけて、広東酢。唐揚げ。いってらっしゃい。あ、塩辛チェドバターもやります。一パックがちょうどいい。あとなんか食べるものあったっけ？ハンバーグ忘れてた。ハンバーグ作ったんだった。自家製ハンバーグ。じゃあジャガバターいらないかな。取り急ぎ。取り急ぎチキンマンバー。チャージチャージ。落ち着く。家に帰ってさ、すぐにご飯があるって幸せすぎる。まあ数日前の頑張った自分のおかげなんだけど、わあ、あの時頑張った自分いてよかったーって思う。うん、タルタルをかけます。本当にね、自家製タルタルおすすめだからみんなやってほしい。自分で作ったタルタルなんで好きなだけ。てんこ盛りタルタル完成。ではいただきます。いただきます。もちゃんと野菜も食べよう。オリーブオイルオニオン。夜ご飯のためだけに頑張ってるからね。仕事なんて。仕事を頑張る楽しみってあるじゃん。休みの日遊ぶためとか、なんか旅行行くためとか、高いなんとか家具とかを買うためとかね。もうそれ以前の問題でさ、一日の楽しみは何？皆様は。私はもう夜ご飯に尽きる。お昼ご飯はいつもサラダって決まってるのね。サラダなんて楽しみじゃないじゃん。もうお腹を満たす何かでしかないから、自分の食べたい食べ物を食べるのって夜しかないのよ。で、その夜ご飯のために頑張ってるから、もう仕事終わったらすぐ帰る。ほんと定時に帰る。定時で帰らせてくれる会社でよかったなって本当思う。なんかさ、すごい残業してる人とかいるじゃん。YouTube で言ったら、あの、ちえまるさんとか。知ってる？ちえまるさんって。やばいからね。鬼社畜みたいな感じの人なんだけど、11時に家に帰れたら早い方みたいな。でもさ、そういう人がさ、普通に一般のこの、一般人の中でもいるから、そういう人たちから共感を得て人気な YouTuber になってるわけじゃん。っていうことはみんなそこら辺の人たち、そんな頑張ってるのって思っちゃった。わしにはそういう生活は無理だな、できないなって思ったから、なんかみんなすごいなって思う。でもその代わりさ、お給料が定時で毎日帰れるわしより高かったりとかあるんだろうね。どっちを取るかだよね。でもさ、思うんだけどさ、そんなにお金もらってもさ、使う時間なさそうだけどね、そういう人たち。まあ将来に使うのかな。わしなんか自分のためだけに使うお金なんてほぼない。なんか、あんまり、
物欲はないんだと思う。食欲はやばいけど物欲はない。なんかあそこのブランドのバッグが欲しいとか、あそこの高級ホテルに泊まってみたいとか、そういうお金がかかるようなことに憧れはないかな。だからなんかお給料で、ね、家賃とか払うじゃん。それ以外で自分のために使うお金、好きに自由に使うお金の使いどころって食品ぐらいなんだよね。なんか焼肉食いに行くとか。でもなんかそういう風に若い時に頑張って残業とかいっぱいしてお金稼いでる人は将来楽できるんだろうなって思う。楽できるっていうか将来ちょっといい暮らしをできるみたいな。それは羨ましいけどね。でもだからといって今ボロボロになるまで働くのは嫌だ。絶対に。ハンバーグいただこうかしら。ハンバーグってめんどくさそうだったから今まであんまり作んなかったんだけど、この前作ってみたらなんか結構簡単でびっくりした。あ、こんな手につくのがだるいとかあるけど、それ以外はなんかこねて丸めるだけだった。それでこんな満足感のあるなんかあ料理作ったってなれるのいいなって思っちゃった。え、うまっ。ココスよりうまい。デミグラスソースをちゃんと買って煮込んだんだよね。それが良かったのかもしれない。これはうまい。1週間後ぐらいにバーベキューをやるんですよ。なんか名もない公園みたいのがあるんだけど、そこでバーベキューをやりましょうっていうことになったのね。お母さんと飲み友達と私で、それが楽しみです。でなんかバーベキュー会場ってゴールデンウィークめちゃめちゃ予約いっぱいで混んでたんだけど、そこは予約とかいらなくて、まあ田舎だから自由にできるっぽいから楽しみで、なんか肉の花マサとかでちょっといい肉仕入れに行こうかなって思って。そのためだけに働いてる。ゴールデンウィークみんななんか予定あります？なんかね、旅行とかちょっと遠出っていうのは、ゴールデンウィークめっちゃ混んでそうだからやめて、そういうのはせめて普通の土日に行きたい。やっぱ人混みは何よりも嫌だからね。ちなみに先月の YouTube の収益はお年玉ぐらい。ありがとうございます。嘘でしょ。あと2本しかないんだけど、次家出るまでどうやってこの2本で過ごすか。ま、寝て明日家出るから、いや必ずさ、ご飯食べ終わった後に1本と寝る前に1本は必ずするじゃん。で朝1本も必ずするでしょ。最低3はさ家出るまでに使うのに。えきっ。でも1本しちゃう。なんかアイコスじゃなくてブローに変えたんじゃないですかって言われたんだけど、なんか半々ぐらいに、髪とブロー半々ぐらいにできてたんだけど、なんか髪だけに戻っちゃいました。なんか今日作り置き全部食べちゃったから、なんか作らなきゃだな。そうだ、今ね錬金中なんだけど、錬金中のどこかで頑張ったご褒美にサムギョプサルパーティーしようと思って
お肉とかキムチとか材料買ってあるの忘れてた。そうじゃん、明日サムギョプサルパーティーにしようかな。そういうのが決まってるとそのためだけに仕事頑張れるんだよね。でもなんかみんなそういうもんなんじゃないかなって思う、っていうか思いたい、っていうかそうなってほしい。いやちょっと塩辛ジャガバターキャンセルだな。チキン南蛮楽しいけどお腹いっぱいになってきた。では明日も仕事があるのでここら辺で失礼します。おやすみなさい。